ナンバーアンダーラインアイがワイヤードミュージックフェスティバルに出演する理由とはアイドルからアーティストへの挑戦平野紫神宮寺勇太ガン太が語るナンバーアンダーラインアイのワイヤードミュージックフェスティバル参戦の裏側ナンバーアンダーラインアイがアウェイと言われるワイヤードミュージックフェスティバルに出演する理由は一体何だろうかこの疑問を抱えながら 多くのファンや音楽業界の関係者たちはそのニュースに興奮と不安を抱いている平野紫神宮寺勇太岸優太という3人のメンバーが揃うナンバーアンダーラインアイはアイドルとしての活動を経て今ではアーティストとしての新たな挑戦を続けている彼らが選んだのはコーチェラに続いてさらにアウェーな環境であるワイヤードミュージックフェスティバルこれは一見すると大胆な挑戦に思えるが その背後にはどのような狙いや意図があるのか、深く掘り下げていこう。まず、ナンンバーーアダインア i の3人がコーチェラに出演した際、その礼儀正しさやプロフェッショナリズムは多くの人々に感銘を与えた。彼らはその場の雰囲気に溶け込み、観客と一体となってパフォーマンスを楽しむ姿を見せた。今回のワイヤードミュージックフェスティバルも同様に、彼らがその場の文化やルールを尊重し、 ファンが場にあった応援をすることで、現地のファンやアーティストたちにも受け入れられることが期待される。しかし、ファンとしては、応援の仕方にも注意が必要だ。例えば、ペンライトやうちわはフェスの雰囲気に合わないため、持ち込まない方が良いという意見もある。特にうちわは、場違いなアイテムとして他の観客やアーティストに不快感を与える可能性があるため、絶対に避けるべきだ。次に、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが自身のスタイルをどのように保ちつつラッパーとしての挑戦に臨むのかという点も注目される翔くんは以前から役者も好きと公言しておりダンスに限界を感じた時には役者としての道を模索することも視野に入れているしかしその一方でタトゥーを入れることに対しては慎重な姿勢を保っているタトゥーは一時的な流行やファッションとして取り入れるのではなく 自分のスタイルを崩さない範囲で楽しむことが大切だ。タトゥーシールなどの一時的な手段を活用することで、スタイルを保ちながらも自己表現の幅を広げることができる。ナンバーアンダーラインアイの3人は、今回のフェスだけでなく、他のフェスでもアーティストとしての姿を見せる機会が増えている。彼らが参戦するフェスでは、ファンがコンサート参戦気分で内輪やペンライトを持ち込むことは避けた方が良い。 フェスやヒップホッププ、ホラップのライブでは場の空気感が異なるため応援の仕方も変える必要がある No. アンダーラインアイのファンいわゆる ILYs たちは推しのコンサートとは異なるフェスの雰囲気を理解し場にふさわしい応援を心がけることが求められるまた No. アンダーラインアイのメンバーはラッパー界隈で自分たちがどのくらい通用するのかを試したいという意図も持っている 彼らのライブはファンでいっぱいになり、テレビやメディアでも好意的に取り上げられることが多い。しかし、真の挑戦は、ファン以外の観客や他のアーティストたちとの共演の中で、自分たちの実力を試すことにある。どれが正しい応援の仕方なのかわからないまま、内ちわを持ち込むことはメンバーのためにならない。むしろ、ナンバーアンダーライン愛の意気込みを理解し、 彼らが最高のステージを見せるための環境を整えることがファンにとっての本当の応援となる。ワイヤードミュージックフェスティバルへの参加は、ナンバーアンダーラインアイにとって大きな挑戦であり、その意気込みは改めて感じられる。ファンとしても、ラッパーたちの感情を害さないように応援しつつ、ナンバーアンダーラインアイを支える姿勢が求められる。彼らはアイドルではなく、アーティストとしての道を歩んでいる。 夏のフェスでは、場違いな応援アイテムを持ち込まず、現地の雰囲気に溶け込みながら応援することが重要だ。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが自身のスタイルをどのように保ちつつ、ラッパーとしての挑戦に臨むのかという点も注目される。翔くんは以前から、役者も好きと公言しており、ダンスに限界を感じたときには役者としての道を模索することも視野に入れている。しかし、その一方で、 タトゥーを入れることに対しては慎重な姿勢を保っているタトゥーは一時的な流行やファッションとして取り入れるのではなく自分のスタイルを崩さない範囲で楽しむことが大切だタトゥーシールなどの一時的な手段を活用することでスタイルを保ちながらも自己表現の幅を広げることができるワイヤードミュージックフェスティバルへの参加はナンバーアンダーラインアイにとって大きな挑戦でありその意気込みは改めて感じられる ファンとしても、ラッパーたちの感情を害さないように応援しつつ、ナンバーアンダーライン愛を支える姿勢が求められる。彼らはアイドルではなく、アーティストとしての道を歩んでいる。夏のフェスでは、場違いな応援アイテムを持ち込まず、現地の雰囲気に溶け込みながら応援することが重要だ。ナンバーアンダーライン愛の3人がコーチェラに出演した際、その礼儀正しさやプロフェッショナリズムは多くの人々に感銘を与えた。 彼らはその場の雰囲気に溶け込み、観客と一体となってパフォーマンスを楽しむ姿を見せた。今回のワイヤードミュージックフェスティバルも同様に、彼らがその場の文化やルールを尊重し、ファンが場に合った応援をすることで、現地のファンやアーティストたちにも受け入れられることが期待される。しかし、ファンとしては、応援の仕方にも注意が必要だ。例えば、ペンライトや内輪はフェスの雰囲気に合わないため、 持ち込まないいい方が良いという意見もある特にうちは、場違いなアイテムとして他の観客やアーティストに不快感を与える可能性があるため、絶対に避けるべきだ。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが自身のスタイルをどのように保ちつつ、ラッパーとしての挑戦に臨むのかという点も注目される。翔くんは以前から、役者も好きと公言しており、 ダンスに限界を感じた時には役者としての道を模索することも視野に入れている。しかし、その一方で、タトゥーを入れることに対しては慎重な姿勢を保っている。タトゥーは一時的な流行やファッションとして取り入れるのではなく、自分のスタイルを崩さない範囲で楽しむことが大切だ。タトゥーシールなどの一時的な手段を活用することで、スタイルを保ちながらも自己表現の幅を広げることができる。 ナンバーアンダーラインアイの3人は今回のフェスだけでなく他のフェスでもアーティストとしての姿を見せる機会が増えている彼らが参戦するフェスではファンがコンサート参戦気分で内ちやペンライトを持ち込むことは避けた方が良いフェスやヒップホップラップのライブでは場の空気感が異なるため応援の仕方も変える必要があるナンバーアンダーラインアイのファン いわゆる ILYs たちは、推しのコンサートとは異なるフェスの雰囲気を理解し、場にふさわしい応援を心がけることが求められる。また、n o ア i のメンバーは、ラッパー界隈で自分たちがどのくらい通用するのかを試したいという意図も持っている。彼らのライブはファンでいっぱいになり、テレビやメディアでも好意的に取り上げられることが多い。しかし、真の挑戦は、 ファン以外の観客や他のアーティストたちとの共演の中で、自分たちの実力を試すことにある。どれが正しい応援の仕方なのかわからないまま、うちわを持ち込むことはメンバーのためにならない。むしろ、ナンバーアンダーライン愛の意気込みを理解し、彼らが最高のステージを見せるための環境を整えることがファンにとっての本当の応援となる。ワイヤードミュージックフェスティバルへの参加は、 ナンバーアンダーラインアイにとって大きな挑戦でありその意気込みは改めて感じられるファンとしてもラッパーたちの感情を害さないように応援しつつナンバーアンダーラインアイを支える姿勢が求められる彼らはアイドルではなくアーティストとしての道を歩んでいる夏のフェスでは場違いな応援アイテムを持ち込まず現地の雰囲気に溶け込みながら応援することが重要だ